鉱石みっけ。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえな。滑った。これ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。どうだ。俺だってやるときはやるよ。それ任せろ。ジャケット脱いだらどうだ。見て、あれじゃない？デュアルホーン。
か。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわっ。おやった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ。さあ行くぞ。からだぜ。ほっ。やっ、あれ、あっ、あっ、ガチョ。敵もだいぶ弱ってきてるぜ。なら遠慮なくやらせてもらおう。頼んだ、プロクト。見えてる。ゾッと。へへへ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。わかった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない。だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。うわ、やっば。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。
いい天気だな。そうだね。よっ。みんな店行こう。ああ、そうだな。来ないのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。また来てください。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。いろんなの置いてるな。好みの品を選んでくれ。お前の車すげえ良くなったよな。だろ？ありがね。ほら、受け取ってくれ。国内旅行だって言ったら娘たちは行かないってさ。オルティシエだったら飛びついてきたが。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。今日はどんな武器が欲しいんだ。ガーディナまであと1日はかかるな。ほら、受け取ってくれ。また来いよ。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。あ、そうだ。せっかくだからこの子、カスタマイズしてみない？今日のご注文は？ホイールカラーはどうする？好きな色を選んでね。何色にする？これでいい？あとは私に任せといて。お待たせ、完成したよ。
おう。はん、調子は？あ？準備はできているか？あ、よし、行くか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃ、そん時はレガリア貸してやる。おお、あ、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。イクニス、すまない。イグニス、止めてくれ。分かった。気分転換にはなるな。痛いってノクト。いいところに来てくれた。車が動かないんだ。感謝するよ。これで安心だ。解決できたな。準備はできているか？あ、休憩しようよ。休憩。
だな、喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。ノクト、あれ見てみねえか？どうした？今日はがっつり。フローズネストにようこそ。お腹は空いてませんか？
ご注文をどうぞ。メニューはこちらです。腕に自信はありますか？頑張ってくださいね。よろしくお願いします。うまそうな匂いだな。そろそろ行くか。ブラウンタ、行こうぜ。今行く。式の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おほほ、しっかしの。結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。あれあれ、君たち、この中気になっちゃう感じ？
奥行ったって変な扉があるだけだよ。なんか特別な鍵ないとダメみたい。君たち鍵なんて持ってないでしょ。ここ潜るならまず鍵を入手してからだ。奥行ったって変な扉があるだけ。あ、見て、なんか古そうな。行ってみるか。これ全員の手大丈夫なの？全員乗ったけど、重さに耐えられるかは分からねえと。途中で止まられても困るな。落ちても困るよ。かなり古そうだな。何かを採掘するための穴のようだ。こういう場所ってさ、突然目の前に大量の死骸が出そうだな。あ、ありそう。勘弁してよ。なかなかつかないな。どのくらい降りるんだ。確かに長えな。着いたな。もっと下まで行ってみるか。あー、真っ暗だね。あるよ。不気味なくらい静かだな。どこから何が出てくるかわからねえ。常に周りに気を配れ。線路が敷かれている。これってトロッコ？ここで掘ったものを外に運び出してるってわけか。ああ。何かが近づいてくる。え、どんどん近くなってるんですけど。後ろだ。危ねえ。いや、ここから下に行けそうだぞ。もう行きたくないな。行き止まりだ。仕方ない、戻ろう。エレベーターはもっと下に行けるのか。乗ってみるか。君たち鍵なんて持ってないでしょ。ここ潜るならまず鍵を入手してからだ。
大丈夫？少し休んだら？別に。ほーら、休も休も。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、ん？いらっしゃい。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。いいじゃねえか。お、いい感じに取れたな。へへ、レガリアもちゃんと入れたよ。この辺も。いらっしゃいませ。ご無事のようですね。何にいたします？この辺りの情報です。どれも美味しいですよ。はい、すぐにお持ちしますよ。いただきます。Thank you.
ありがとうございます。うまそうな匂いだな。準備はできているか。あ、行こうか。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は車を置いて帰るわけにもいかないし、今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。エグニス、止めてくれ。わかった。ここからどうすんの？痛いってノクト。毎度どうも。ありがとうございます。またどうぞ。行くか。ああ、頼むわ。イグニス？
すまない。海、海見えた。あ、マジだ。ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろ、なんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ。あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。